ストレスによる汗っていうのをご存知でしょうかね。ストレスがかかったら血管は収縮しますね。でストレス中の特徴というのは、自分が食べたもの、食べたものの匂いがする、食べたものの匂いですね。でただ食べたものの匂いがそのままするわけではなくて、食べたものもこれも体の中で酸化します。そうすると違うものの匂いになるんですね。例えば、ネギを食べたとしますよね。で、ネギの匂いがそのままするわけではなくて、ネギの匂いが微妙に体の中で変化して、なんかツンとするような、もわっとするような、なんとなくネギの、こうもわっとするような名残はあるんですけど、変な匂いに変わるんですね。それがストレス臭というものの特徴なんです。こういう例がありました。例えばイチゴを食べました。イチゴの酸っぱいような匂いだけが残るんですけど、独特のフルーツのような、こう酸っぱいような、ちょっと刺激するような、そういう匂いが、体からしてくるんですね。で特に食べたものの匂いが手のここですね、手の真ん中あたりから、いちごを食べたのに、いちごのような違うような匂いが食べたものの2日後ぐらいにするんですね。それとかここの部分ですね、手のここ、手首の部分のこういうところから、こんなところですね、ここをクンクン嗅ぐと、自分が食べたものの甘ったるいような匂いであったりとか、ちょっとこう餃子のような匂いとか、こう体臭ではないんですけど不思議な香りがするんですね。それがストレスによる体臭の特徴なんですね。でこれが、ストレスがかかった時だけ、まあストレスかかるとよく冷や汗をかくと言いますけど、手は湿りますよね、汗をかくと。当然あの頭部も、ストレスがかかった時だけ、額とか特に、首のあたりからもわーっとした匂いが突然出てくるんですね。で、自分では特にこう分かりにくいんですけど、周りの人がその、ストレス臭が出た時に、こっちを振り向くんですよね。でなんか嫌な匂い、変な匂いがするっていうことで、鼻をつまんだり鼻をすすったりとか、そういう仕草をするのがストレス臭の特徴なんですね。だから病気の匂いじゃないから病院に行ってもなかなかよくわからないのがこの匂いの特徴です。